様おはようございます。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日の撮影日、本当に青空がいっぱいで日差しも暖かくなりました。春は近いなという感じを受けております。それでは稲森さんの言葉を読ませていただきます。バランスの取れた人間性を備える。バランスの取れた人間とは、何事に対しても常になぜという疑問を持ち、これを論理的に徹底して追求し解明していく合理的な姿勢と、誰からも親しまれる円満な人間性を合わせ持った人のことを言います。いくら分析力に優れ合理的な行動を貫くスマートさを備えていても、それだけでは周りの人々の協力を得ることはできないでしょう。逆にみんなからいい人だと言われるだけでは、仕事を確実に進めていくことはできません。私たちが素晴らしい仕事をしていくためには、科学者としての合理性とともに、この人のためならと思わせるような人徳を備えていなければなりません。中村天風先生、一日一話の中から、宗教と天風哲学。多く言うまでもなく、人生はどこまで行っても現実の世界なんだから、それを忘れちゃいけないんだよ。死んでから後が人生じゃないんだから。死んでから後の言葉で考えようとするのは宗教なんだ。天風哲学は死んだ後のことなんて考えやしないよ。死んだ後というものは明日以降のことなんだもんね。現在、ただ今生きているこの人生というものを考えていくということが私の主義であり主張であるんだから。常岡一郎先生、一日一言の中から、運命を開く言葉。油断なき精進。幸せな人、不幸な人、色とりどりの世の中である。幸せになりたい、楽しく生きたい、これは誰でも願っている。その願い通りになる人は少ない。運の良い人がある。トントン拍子に伸びる。だから運が良くなりたいと思う。これも願っている。しかし実際は不運に泣く人があまりに多い。願っても幸運にはなれない。だから絶望する。やけにもなる。また運は天にありと諦める人もある。運は天にはない、自分にある。幸せも不幸も種は自分がまく。自分で育て上げたものである。だから幸運も自分が種をまく、育てる。これより他に道はない。今日もリードめちゃハッピーチャンネルありがとうございます。